三遊亭円楽のお便りください。こんにちは、三遊亭円楽です。こんにちは、アシスタントの伊集院光です。本日もよろしくお願いします。さて今日のお便りは、福島県にお住まいのラジオネーム、角なしユニコーンさん、男性の方からお便りです。円楽師匠、伊集院さん、こんにちは。先日70歳を超えた実家の母が、円楽さんのラジオ番組でハガキを紹介されたと言って喜んでいました。それを聞いてびっくり。私も毎日聞いているこの番組、お便りくださいではないですか。世代を超えて愛される番組は本当に素敵だなと改めて思いました。この番組がいつまでも続くことを心から願っております。さようなら。ありがとうございます。親子でね、変わってくださって、うん、長く続けたいんですけどね、どうも伊集院が乗っ取りそうな気がします。こういうことばっかり言うんですよ。いや、腹の底ではそう思ってますけれども、でもこんなこと僕は初めて、師匠とこうやって真向かいで番組をアシストするなんて初めてだから、なんかちょっと嬉しいですよ。あ、そう。はい。でも退院してからね、いろいろとね、いただいたね、お見舞いのハガキ、はい、お手紙、はい、返事書こうと思って、はい、ハガキとりあえず書いたの。はい。そしたらボールペンじゃダメだ、うん、それで曲がってくださ、まあ、ペン、いわゆるサインペン中か、サインペン、はい、書いたの。はい。そうすると書けんだけど、はい、ポツポツ字になっちゃうんだよ。はあ、はあはあ。で、返事返したらさ、ある方またお返事いただいて、字までちゃんときちんと書けるようになって嬉しいですって。ちゃんと書いてないんだけど、あ、字が書けるようになったって。よっぽど悪く思ってたね。字ぐらい書けるよ。いや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 、それだけみんな心配してるんですよ。ちょっと頭ぐらい書けるよって思ってた。ポリポリと。お便りありがとうございました。三遊亭円楽のお便りくださいでした。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。現在キャッシングやカードローン経験者を対象に現金が返金されています。例えば4万円程度でもお借り入れを繰り返すと27万円を受け取れる可能性があります。あなたが受け取れるのかは電話で確認できます。受け取れるかの確認に費用はいただきません。周りの方に知られることもないし、しつこい営業電話もありません。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10-10 で、あなたが受け取れるかご確認ください。私たちは不公器栽培農法、自然回帰農法、紙マルチ農法、合鴨農法などを中心に美味しいお米を提供しています。毎日食べるお米について考えよう。由利本荘市農業法人須田商事。ラニハニの旅列車出発進行。この番組では鉄道トーク満載の他に鉄道なぞなぞの出題、吉川急行電鉄についても語ってますよ。
この番組で空想の鉄道旅行を楽しんでください。皆様からのメッセージお待ちしております。鉄分補給にもぴったりです。ダーリンハニーの旅列車出発進行、毎週土曜日朝9時からの放送です。江戸中期、直武が東西の美を結びつけた。秋田の藩士たちが近代に先駆けて描いた気品あふれる絵画、秋田蘭画の世界、9月17日から秋田県立近代美術館で開催。 TDK Voices from 日本物、次回は私堀口美奈がナビゲートする最後の日本物、中田秀俊さん滋賀の旅、和菓子と洋菓子のブランドを展開する種屋をご紹介。さらに私の日本物には寺尾紗穂さんが登場、日曜お昼12時から。三遊亭円楽のお便りください。こんにちは、三遊亭円楽です。こんにちは、アシスタントの伊集院光です。本日もよろしくお願いします。さて今日のお便りは愛知県にお住まいのひまわりさん、女性の方からお便りです。円楽さん、伊集院さん、こんにちは。私は2年前コロナ禍に結婚しました。独身時代は仕事の忙しさを言い訳に料理をほとんどやってこなかったんですが、今は毎日自分なりに頑張っています。主人も毎回おいしいおいしいと言ってくれています。しかし主人の好物カレー、どうしても義母の作るカレーには勝てないようで、正直私はカレーなんて誰が作ったって同じようなもんでしょと思ってたのに、先日主人の実家で出していただいたカレーを食べてびっくり。すごく美味しい。この味を再現できる日は来るのか、なんだか心配になってしまいました。さようなら。でもご主人も偉いよ、ちゃんと食べ物に美味しいって言ってあげるのは大切ですよね。そうですね。でも、うん、師匠もまあまあ作られますよね。料理好きだよ。やりますよね。よく思い出すのが、僕が弟子修行をしてる時に寄せ若竹あるじゃないですか、うん、師匠早起きして僕らの弁当を作ってくれる時ありましたよね。 あんな師匠いませんよね。いないよ。この商売不思議だよ。どこの誰だか分かんないやつをね、食わしてさ、小遣いやって雨つゆ忍ばせてあげて、ライバル作ってんだから。そうですよね。普通は、弟子入りすると、お月謝を払うとか、そういうもんが多いですよね。それはな。うん、はい。それを。そうかな。いや、ガラスの向こうの、弟子、俺のせいでごめん。月謝取るようになるかもしれないんで、ね。いやー、カレーの話から、とんでもないとこまで行っちゃいました。お便りありがとうございました。三遊亭円楽のお便りくださいでした。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、
お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。ずっと前のご利用でも大丈夫ですよ。記憶が曖昧でも大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。まずはお電話を。0120-10-10-10-10-10-10。朝取りワイド秋田便。第2第4水曜日のコーナー、はたはたボイスメール。八峰町の八森いさり火温泉はたはた館と電話をつないでお送りする観光情報です。はたはた館のイベントやグルメ、温泉の情報、そして八峰町の季節の情報や観光の見どころを紹介します。はたはたボイスメールは朝取りワイド秋田便の第2第4水曜日の午前9時40分頃からの放送です。7月31日の豆ダストーク、ゲストは東大生18歳です。楠田薫と申します。秋田ってどんなところなのか知りたくてやってきました。今度の日曜朝7時30分再放送は午後3時からです。大自然丸かじりライフの川村道夫です。番組で心がけているのは、相手の心が和らげばこれ善なり、相手の心が乱れればこれ悪なり。月曜から金曜の12時 ABS ラジオでお付き合いください。三遊亭円楽のお手入れください。こんにちは、三遊亭円楽です。こんにちは、アシスタントの伊集院光です。本日もよろしくお願いします。さて今日のお便りは岐阜県にお住まいのズズドンさん、女性の方からお便りです。円楽さん、伊集院さん、こんにちは。毎日暑いですね。節電と言われてますが、熱中症は怖いので適度にエアコンなども活用しながら毎日を過ごしています。夏バテ熱中症対策として毎朝納豆を食べたり、酢の物などを多く摂っています。皆さんの夏バテ熱中症対策はどんなものがありますか？参考にさせてください。さようなら。本当暑いね。暑い。だってね、病院に行った時にね、ロシアの戦争が始まってウクライナ、うん、そればっかり見てたの、うん、そのうちにほら観光船、はいはい、あれが1ヶ月ぐらい続いて、はい、退院したなと思ったら今度はもう天気予報ばっかり、はい、ね、毎日暑いですよ、暑いですよ。そしたらほら、10日ぐらい続いたのに暑い日が。そしたら、昨日はここが暑かった、あそこが暑かったって。それで熱中症の話。それで節電しとって。うるせえなって言ってよくぞ言ってくださいました。みんなテレビ見ながら、どうしろって言うんだよ。節電、電話しろ、エアコンは使え。で、暑い、昨日はこんなに暑かったです。知ってるわ、そんなのっていう。夜中でも、おい、クーラーつけてくれって言うんだもん。死んじゃうよって皆さんもどうぞお気軽にお便りでご参加ください。宛先は郵便番号 107-8691 港区赤坂郵便局支所箱4号、三遊亭円楽のお便りください。たくさんのお便りお待ちしてます。
お便りありがとうございました。三遊亭円楽のお便りくださいでした。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。現在、キャッシングやカードローン経験者を対象に現金が返金されています。例えば、4万円程度でもお借り入れを繰り返すと、27万円を受け取れる可能性があります。あなたが受け取れるのかは電話で確認できます。受け取れるかの確認に費用はいただきません。周りの方に知られることもないし、しつこい営業電話もありません。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認ダイヤル0120-10-10-10-10-10-10であなたが受け取れるかご確認ください。毎月第2第4金曜日の午後2時30分からお送りしているコーナー三種町ですが何か、三種町で今話題になっている出来事や人物についてたっぷりとお話を伺っています。7月からはさらに放送枠を拡大して新コーナーをお送りします。三種町ですが何かプラス、毎月第2第4火曜日の午後2時半頃から三種町の飲食店や宿泊施設の魅力をお伝えします。ぜひお聞きください。三種町ですが何か、東北6県お口のお祭り体操、大きく口を動かしましょう。さっこらちょいわやっせーどこいしょーらっせーら、それ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 やっしょーまっかしょーパッパカパッパカ。さあお祭りのリズムで健康自慢の東北へ。 AC ジャパン。相方ベテランやのに普通の番宣していいんやろか。番宣は分かりやすい方がいいんですよ。そうか、じゃあ分かりやすくいこうか。ナインティナインです、一生懸命話してます。ナインティナインのオールナイトニッポン、放送は毎週木曜深夜1時から。シンプルイズベース。三遊亭円楽のお便りください。こんにちは、三遊亭円楽です。こんにちは、アシスタントの伊集院光です。本日もよろしくお願いします。さて今日のお便りは愛知県にお住まいの60歳ラジオネームまさおじさんからのお便りです。円楽賞伊集院さんこんにちは。私の趣味は読書です。小説はもちろん好きな生き物生物に関する本などを求め、週末には書店や図書館に行くことが毎日の楽しみです。円楽賞伊集院さんは読書はお好きですか？おすすめの本ジャンルなどがありましたら教えてください。師匠、今まで読まれた本でこれ好きだったなとか、こんなジャンルよく読んだなって何ですか？炎症全集。はあ。これ面白いんでね、落語の本ってね、炎症全集、芭蕉全集にしろ、みんなほら口調で読むのよ、うん、その人の。はい。そうするとなんか自分で演じてるような気持ちになってね。だから口調っての面白いなと思うな。その息で書いてあるわけじゃない。うん。速記本っていうのは。うん。だそれが気持ちいいね。うん。じゃあ優れた速記本は、やっぱりこう、そのリズムもちゃんとその人の声になってるんですね。うん、リズムもね、メロディーも全部入ってくる。へー。僕はあの、師匠の書かれた、流されて円楽に、そして流れ着くか円章に読ませていただいて、うん、あれ、続編書かないとダメですよ。また状況がいろいろ変わっていくじゃないですか。うん。流れ着く前にもう溺れちゃう。いやいや、なかなかね、このね、枯れ枝は沈まないんです。沈まないもんなんですよ、うん。どっかに引っかかるんだよね。どっかに引っかかるんですよ。揚げ潮のゴミだから。
これはなかなか短くは語れない深い話ですけども、うん、今後も皆さんのお便り質問があれば、アシスタントはどんどん突っ込んでいきますんで、お便りください。素敵なお便りありがとうございました。三遊亭円楽のお便りくださいでした。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。ずっと前のご利用でも大丈夫ですよ。記憶が曖昧でも大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。まずはお電話を。0120-10-10-10-10-10-10。ABS ラジオをお聞きの皆さん、フワちゃんです。何も面白いことがなくて、眠ることもできない退屈な真夜中、心にぽっかりと穴が開いたようなその気持ち、このラジオで埋めてみませんか？フワちゃんのオールナイトニッポンゼロは、毎週月曜日深夜3時から放送中。ブーうねれブードブセリで ABS 秋田放送主催、ヒロミ GO 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing!10月10日月曜日、秋田芸術劇場ミルハス大ホールで開催決定。チケットはローソンチケット、チケットピア、e プラスで販売中。お問い合わせは GIP まで。朝取りワイド秋田便、毎週金曜日にお送りしている花徳記念日に花束を。このコーナーではお世話になっているあの人、記念日を迎えるあの人へのあなたの気持ちをお花に込めてお送りします。お花を贈りたい方、そして贈り主の方のお名前、ご住所、電話番号を添えてご応募ください。メール、ファックス、おはがきで記念日に花束をの係までたくさんのご応募お待ちしています。